こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて、非常にね宗教的な話をしますけども、私たちは生まれ変わりってあるんですかね。生まれ変わりがあるのかないのかってことは結論も出ませんし、基本的にはないと思うんですよ。科学的にはあると思いますけどもね、概念的にはないのかなと思います。これはねものすごく難しい言い方になりますけども、おそらく質量保存の法則がある限り、例えば私が死んだ時に自分の体っていうのは分解されて炭素とか水素とかに分かれていくんですよね。それが再構成されてまた別のものの一部になることはあると思うんですよ。いろいろ分解されて、で逆に言うと私の体っていうのは生まれた時にいろんなものが再構成されて一つの個としての人間になったというものだと言えます。例えば食べ物とか空気とか水とか、いろんなね不純物もあると思います。そういうのが集まって私ができたということなんですよ。それが細分化されて死の後ではまたいろんなものになっていくという意味では、やっぱり今生きていらっしゃる方っていうのは誰かの死骸が集まってきたものというふうなね言い方もできるんですよね。そういう意味では生まれ変わると思うんですけども、概念的な生まれ変わりがないのはどういうことかっていうと、明確な自分という意思を持ったものが受け継がれて引き継がれて次の生命に生まれてくるってことは、これはないんではないかなと思いますね。個体がまた別の個体としてそっくりそのまま来るってことはないかなと思うんですよ。この辺ちょっと難しくなりますんでね、物理か科学の時間ででも勉強していただければと思うんですけども、さあそれではね、なんでね次生まれ変わった時は人間でいたいとかね、人間でいたくないとか、次生まれ変わった時はこういうふうに生きていたいって思うかっていうと、これは後悔がそうさせてるんではないかなと思うんですよ。今今日自分の人生を使い切って一つ一つの欲望や思考を現実化していく、その毎日を送っていると、特にねフラストレーションが起きないと思うんですよ。いつ死んでも後悔がないということでもありますし、武士は1日7度死ぬって言いますけども、起きた瞬間に今日が人生最後の日だとしたら何をするかなってことを考えながら今日1日をフルマックスで生きていけると思うんですよね。だから頭の中で考えていることをどんどん現実化していくっていう日々、これが最もね素晴らしいと言いますか、私の理想とする日々なんですけどね、そういうふうに生きていけると思うんですよ。で人間ってのは必ず死にます。死ぬのもいきなりパツンと死ぬ例もありますけども、大体は少しずつ衰弱していっていろんな諦めを受け止めながら死んでいくんですよね。例えばですね、私も70代とか80代になったらきっと今みたいにね、元気で活動できないと思うんですよ。きっと運転も、その頃は自動運転車になってると思いますけども、運転で、丁寧にね長距離を移動できないかもしれませんし、一生懸命ね美味しいもの食べようと思っても多分2皿目ぐらいでもうお腹いっぱいになっちゃって、美味しいものがまだまだ続くのに、ああもう満腹だよって言ってあんまり食も楽しめなかったりねするかもしれませんし、今は元気にね運動してますけども、もうダンベルも上がらなくなっちゃって、あそろそろ筋肉を鍛えるその余力すらなくなったのかってことを受け入れたりとかね、いろいろだんだん弱っていって、意識はあるんだけどもやりたいことが肉体的にできないとかね、金銭的にできないとか時間的にできないってものを一つ一つ受け入れながら、自分の失われた能力の惨めさってものをね噛みしめながらいくんだろうなと思うんですよ。そうなってくると若い時期が輝いていれば輝いているほどそのギャップに苦しむと思うんですよ。俺も若い頃はこういう風になったんだけどなとか、俺の若い頃はっていう老人の気持ちもね分かるなと思いますよ。あれはね、いたずらに自分の若い頃を誇ってるわけではないんですよ。そういう風に捉えられちゃうかもしれませんけども、失われた自分の能力を思い出して本当に愛おしく浸ってるんですよね。だからそれを否定するんではなくて、優しくやっぱりね耳を傾けてあげる優しさが私たちにも求められてるんではないかなと思いますよね。だからね、ご老人が昔話をしたら嫌がらずにしっかりと受け止めて聞いてあげるような余裕を持っておきたいなと私は思うんですよね。はい、それで話戻しますけども、私たちは思考を現実化させるために日々暮らしてると私は思ってます。自分の頭でこうしたい、ああしたい、あれをしたくない、これをしたくないってことを思い出しますよね。思いつきますよね。でもそれと行動が一致してないことにフラストレーションとか後悔を覚えるんですよ。例えばね、またこの話出してあれですけども、自分のね欲しい車がある、欲しい車じゃなくてもいいんですよ、欲しいものがあると。でもそれを手に入れられずに代謝行為として別のものを手に入れてそこそこ満足する、怪人に出てくる地下チンチロの班長じゃないですけども、そういった自分の欲望のけし方はとっても下手だということなんですよ。
欲望を叶える時はもうね思い切って消化させないとかえってね良くないものが残ってそれが不満となってずっと尾を引くみたいなこと言われてましたけども、私もねそれは感じるところがあって、まあ、例えばねこれ例として適当じゃないかもしれませんけども、自分の理想の人とねお付き合いできなかった、結婚できなかった、だからその代わりとしてまあ この子でいいやみたいに選ぶと、やっぱりその子にも悪いですし、本当だったらあの子と付き合えてればこうだったのになみたいなことで、いつもいつもね今付き合ってる方に対して比較や不満をぶつけることにもなりかねないんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう意味で、やっぱりね自分が求めているものとか思考しているものとかっていうのはどうやったら実現できるかなっていうのを、本当一度きりの人生で逃したらもうないわけですから、そういうふうにして一歩一歩噛み締めていく必要があるのかなと思います。お金があったら何でもできるのになとかね思うじゃないですか。だったらお金を手に入れるための思考を手に入れていけばいいと思うんですよ。いつでも自分の必要なお金を作り出せるような自分になっていけば、お金があるから何でもできるよねっていうことになります。その次にお金があってもできないことがあるってことに気づくんですよ。でもお金がないのにお金だけじゃ何でも、お金だけで何でも解決できないっていうのは、これ単なるね負け惜しみであって、それを言うことによって自分を無理やり納得させていることにもつながるんではないかなというふうに思いますから、私はね、まあ、基本的には力量に応じた日々があると思いますので、手の届かないものはもはや思考しないようにしてるんですよね。でも逆に言うと、私が考えたことって必ず現実化するなっていう風な自信もあるんですよ。今回ナイト2000を買った時も、欲しいなと思った瞬間にそれを手に入れてる自分のビジョンが浮かんだんですね。で冷静に費用とか車庫のこととかどこで買うのかってことを検討していくと、一つずつねできそうにないなとかできるんじゃないかなってことが一つずつ消えていったんですよ。要するに、あ、これもクリアした、これもクリアした、これはもうちょっとしたらクリアできる、これはこういうふうにしたら大丈夫になる、そして、販売店に行ってオーナーさんっていうかね、社長と交渉するっていうところまで行って、あ、ほとんどのことは賄えるなと、心配なのはオートローンが通るかなってことなんですよね。一括で買うこともできたんですけども、それだと経費計上できないんで、できれば減価償却という方式を利用して節税にも使っていきたいなと思ったんですよ。そう、節税に使おうと思ったらいろいろ調べたら分割決済するしかないってことに行き着きましてね。だから4年ごとにベンツを乗り換える中小企業の社長っていると思うんですけども、あれは無駄遣いじゃなくて、どうせ払うべき税金を車という資産に残して、しかも車の販売者会社さんとの関係も強くなりますからね。でいろんなことを考えて4年ごとに不経済に見えるような車の乗り換え方をしているってことなんですけども、あれは実はねすごくね賢いやり方なんですよ。だから贅沢してるわけでも何でもなくって、それをするのがベストの選択だから合理的に選んでるんですよね。だから毎年毎年乗り換えて無駄遣いしてみたいに思えてるってことは、まだ全然ね見えてないところがあるんだなと過去の私をもう思い出して思うんですよね。はい、それでですね、もう一回話を最初に戻しますけども、思考を現実化させていますかってことなんですよ。今自分の現実として一日過ごしましたよね。昨日でも一日過ごしたと思います。それは自分がデザインした一日だったかどうか、それにどれだけ近かったかなってことなんですよ。何点ですかね、100点満点でいうと 70% ぐらいは自分の思った通りの一日だったのか、それとも意にそぐわない会社に仕事に生活費を稼がないとしょうがないから12時間拘束されたのかってことを考えたら、まあ50点かもしれないですよね。まあ別に冷静に点数をつけろってわけではないですけども、本当に自分の求めるような一日だったのか、その一日の積み重ねが自分の人生になってくるってことを心からね受け止めていかないと、なかなか本気のモチベーションで出てこないんじゃないかなと思うんですけどね。私はね本当に丸6年で全てがこうなりました。今私の目の前にあるもの全てが6年前にはなかったものです。全部なかったです。全部ですよ。そう考えていくと、私は6年間っていうのを徐々に積み上げて今日に至ったわけですけども、逆に言うとですね、10年もかからずに人生は激変できるっていうことなんですよ。まあ、ですから5年なり10年っていうものをね、私の場合は3年で1サイクルって思ってますけども、千里の道も一歩なんで1000日を1サイクルと思ってますけども、その1000日でどこまでね変わっていけるか、1000分の1日を今日過ごすつもりでそれを1000回繰り返すと、とんでもないところに行けるんではないかなと思うわけなんですよね。皆様の一日はどうだったでしょうか。それでは今回は以上です。